それによりますと、ケリー長官は、ロシア軍の攻撃の多くは IS を対象としたものではなく、ロシア軍はアサド政権に抵抗している反政府勢力に対しても攻撃を行っていると、改めて懸念を伝えたということです。その上で、ケリー長官とラブロフ外相は、アメリカ軍とロシア軍の間で偶発的な衝突が起こらないよう、両国が協議を続ける重要性を確認したということです。アメリカとしてはシリアでの空爆を行うロシア軍の戦闘機が今月に入って NATO 北大西洋条約機構の加盟国であるトルコの領空を相次いで侵犯していることなどから、偶発的な衝突によってロシアとの対立をこれ以上エスカレートさせたくない考えです。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場はアメリカの年内の利上げは遠のいたという見方から8日のニューヨーク市場で株価が値上がりした流れを継いで買い注文が出て株価は値上がりしています。日経平均株価現在は昨日の終値より99円63銭高い18,240円80銭。東証株価指数トピックスは 13.60 上がって1495.00 となっています。市場関係者は8日のニューヨーク市場はアメリカの中央銀行 FRB が公表した先月の会合の議事録で大部分の参加者が世界経済の先行きを慎重に見ていたことから年内の利上げは遠のいたという見方が出て株価は値上がりした。東京市場でもこうした流れを継いで買い注文が出ていると話しています。一方、今日の東京外国為替市場はアメリカの金融政策の動向が不透明になっているという見方から積極的な取引が控えられ円相場は小幅な値動きとなっています。円相場は現在昨日に比べて15銭真面目な感じ。真面目っぽいってどういう意味ですか。分かんないんだけど、はい、優秀な会社員ってこんな雰囲気だよ。ああ、できるサラリーマンっていうか、そうそうそう、自分はそういうのが全くないので、はい、この前ね、あの早橋に来て、あの人は絶対会社続けて一人になれたって感じがしたんですけど、ああ、できるでしょうね。だってでも、高橋さんご指定の時にメッセージくださいましたよね。久しくていらっしゃるんですけど、全然違うんですよね。そうですね、結構キャラクターが違うので、それが面白いなと思って、あのデビューもほぼ同じ。そうですね、僕は1年、はい、それで年齢も、そうですね、学年は僕は1つですけど、まあ同じ1979年生まれですね。でも本当にどっちも今ですっごい融合感があって、こういうのだと、まあ、仲良くなっちゃうよね。なんか面白いですよね。なんかクラブ活動してるみたいな。クラブ活動、まあ、そうかもしれないね。昔のそれもそれこそ、あの、何でしょう、クラブ活動もなんかこう、切磋琢磨というか、そういう雰囲気を感じて。
大社寺ですでは上田貴弘さんのプロフィールを改めてご紹介いたしましょう。上田さんは1979年の兵庫県の生まれです。そうなんですよ、何市明石市。早稲田大学法学部を卒業された後、今のお話にありました IT 関係の企業の立ち上げに参加されて、今も役員として勤務されています。その傍ら執筆活動を続けられていて、おととし太陽でデビュー、第45回新潮新人賞を受賞、去年発表した惑星は第152回芥川賞の候補になりました。そして今年、私の恋人で第28回三島由紀夫賞を受賞されます。毎年一作のペースで出版されていて、どれも話題になっているんですね。上田さんの作品は純文学のような SF のようなジャンルの枠にはまらない新しい文学を切り開く可能性があると期待されています。ということは三島由紀夫賞で天一郎さん第1回の受賞者ですので、後輩に当たるということでもありますね。で、上田さんの作品世界に皆さんを誘っていこうと思うんですが、作品の世界をご紹介するのは何の作品を取り上げるのがいいんでしょうかとお伺いしたら、2作目の惑星を挙げてくださいました。これはどうしてこの作品をって思われたんですか。そうですね、まあ、太陽に関しては、デビューするかしないか分かんない人が書いていて、2作目っていうのはある意味その、賞というか、これである意味進化根底問われるっていうところで、かなり緊張して書いた思い出があって、かつその私の恋人は割とバタバタしながら書いたので、バタバタしながら書いたっていうで、まあ、新しく残していただいたりとか、あるいはその、単行本直しをしている中で並行して走ってたので、まあ、すごくあんまり記憶がないんですよね。なのでそういう意味で一番思い出が深いっていうのがありますね。惑星に限らず